睡眠を失敗した日の過ごし方について、仕事の期限が迫っているときに睡眠失敗するときついです。何か裏技みたいなのがあれば知りたいです。裏技はですね、目をつぶって椅子に座るってやつですね。15分ぐらい。そうすると結構頭がスッキリするのと、あとはスマホいじらない。その日一日スマホいじらないとか、とにかく脳の容量をできるだけ使わない。できるだけ使わないようにする。もうそれにつきますね。だからスティーブ・ジョブズとかザッカーバーグとかも同じく来てたじゃないですか。だから まあ極端かもしれないけど、とにかく仕事、頭で考えるっていう時間をできるだけ減らして、その仕事に集中するっていうのが、まあいいんでしょうね。それが裏技ですね。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録とシェアの方よろしくお願いします。ではまた。